BTU アニメラボゲスト元本です。小林ひろゆきです。鈴木松です。またも山下です。よろしくお願いします。元本会の講師注目アニメはこちらです。映画のおそ松さんです。おい、ほう、映画だ。映画のおそ松さんです。つい最近ですね。はい、15日公開されて、全体的な感想で言えばどうでした、どうでした、どうでした、面白かった、面白くなかった、面白かった、面白かった、わー、見よう、じゃあ見よう、わかんないもんね、こういうの映画ね、見に行って、なんでやってるんですか。でも、まあ、もちろん、多分そのおそ松さんに対してみんなが思っているイメージによって面白かった、面白くないは変わるとは思うんだけど、私はもう可愛いムツゴが好きだから、みんなで仲良しな可愛いムツゴが好きだから、それがあったから、私はもう最高、可愛い、これが見たいんだよって思いながら、いや、2期のあのブラックふざけたギャグとか何だったのっていうぐらいのしっかりしたストーリーの話なんですね、映画は。そう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 、まあそう、2時間ぐらいあって、まあ、結構ちゃんとがっつり、まあ、前半ギャグも混ぜ、いつものおそ松さんみたいな感じで、で中盤でもう、あ、もう可愛い可愛いってずっと可愛いしか言えないゾーンがあって、で後半、なんか、あ、おー、いい話じゃんみたいな、テレビ版のおそ松さんの最終回って言ったら、みんなで盛り上がって無茶して裸になるっていうのが、そう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 、お決まり、だけど、まあ、だからなんだろうね、でたまにいい話混ぜてくるじゃん。で予告からしてもさ、なんか、なんかいい話で終わっちゃうのかなみたいな、カルトのストーリー風の CM みたいなのが流れてた、ね、それもそれで嫌だなみたいな感じだったじゃん。なんか塩梅的にはちょうどいいなって私は思ったんだけど、でもなんかこう、まあ、まだ1回しか見てないんだけど、なんかそのなんかね、あ、でもこれを知ってからのこう見るとあれがこうでこうでこう、みたいな、もう一回ちょっと考えながら見たいと思って、もう一回は二回は見たくなるんじゃないかなって思いました。おそ松兄さんはおそ松兄さんだった。私はおそ松兄さんが好きだなぁ好きだなぁ。おそ松君と3をつなぐ物語っていうのは、ね、CM とかでもね、そうちょっと年代がね、だって十四松なんかはテレビ版でもちょっといじられてたり、何があったんだちゃんとしたやつなんですよ、ね、そうそう、だから十四松さ、そうだから生まれた時からこんなって顔してたみたいなさ、結果になったじゃん、アニメで、はい、だから今のキービジュみたいなの、その高校時代のキービジュ出された時に、その十四松がなんかすげえなんかヤンキーみたいな感じで出てきてるから、え、あのテレビ番組何だったのみたいな感じで思ったけど、見たら、あ、なるほどねみたいな、それはギャグはギャグよって言われたら、まあ、なんとかそうだよね、そういう、まあ、そうそうそう、ギャグだからさ、あの回はあの回で、ね、そうそうそう、まあ、別よっていう気持ちでもいたんだけど、見たら、あ、ちゃんとする、ちゃんとすると思って、そこもすごい良かったし、誰推しだっけ、何松推し、うわー、でもなんだかんだチョロ松に落ち着いたのよね、最後結局一度何十回したんだけどね。いや、チョロ松推しだったら絶対に見てほしい。なんかちょっとね、なんなら目立たないみたいなんでいじられがちな、そう、最初一番チョロ松チョロ松何もねえ、君なんもねえみたいな扱いもね、チョロ松、チョロ松あいつ一番欲望っていうか人間性を出してるから、そう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 、それがなんかその映画見た後のそのエンドロールの映像とか見てると、クーチャロ松好きってなる、クーチャロ松好きってなったよ、私は。何松推し、何松、トド松、あートッティはね、トッティはね、朝日さん久しぶりに聞いたトッティってあった、あった、トド松の今トッティだったね、あだ名トッティだったね、あなっちゃった理由が、まあ、個性だったから個性を、いや、なんかトッティに関してはちょっと悩ましいから、悩ましいから、ちょっともう一度見ないと考えたい、所存であります、所存であります、あ、なるほど、トッティもまたいろいろある、大学生らしさいっぱいだけどね、そうね、そうね、ある意味真人間にもなれそうだった人間だから、そうね、そうなのよ、あれはあれでいいんだけど、あれ、そう、まだ考え大所存であります、答えは出てない、ちょっといろいろ聞きたくなっちゃうな、何松推し、でも自分もな、チョロ松好きなんですけどね、
なキャラですね。そうね、市松とかどう、なんか市松も気になりますよね。みんな上がってるから。いや、市松でも多分、市松のことめっちゃ好きになると思う。そうだってめっちゃ好きになると割とスケールなんでああなっちゃったの、うん、っていうこやり落ちじゃない言ったらいやサンの方はもうキャラとしてさ、まあね、引きこもり系のいや一番人間らしい人間だった理由というかまあまあいや一番人間らしかったへえだから全員聞きたくなっちゃうからめっちゃ好きになると思うちょっと河合さんの寸評でいいから聞きたくなっちゃうから唐松はどうだったんですか唐松はねあれもね、うんなんか中に止まっちゃった感じになっちゃったけどそうっすね唐松は可愛い唐松は俺はずっと可愛いずっと面白いだけだからあいつだよあの人そうねいや、いやそう、もうこれ言ったら止まるんだっちゃうね可愛い可愛いまあずっと可愛いの可愛いよ意外と兄さんやろうとしたりする、ねまあね、ところもあったりそうなのじゃあ一番ちゃんとしてる気はするんだよなそうちゃんとしてるんだよ一番おそ松兄さんにも一番近いし、うんうんうん、おそ松兄さんクズってのは分かんない、うんまあね、そうマジでダメな大学生だからさ、うん、ギャンブルとエロと、うんうん、いや最高だったね周りのおそ松ぐだけが格好ああそうですよね、そう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 。ああ、そうか、そうか。あんまり概要もよくわかってないから。これはちょっと、公式サイトのストーリーぐらいしか見てないですね。ちょっとネタバレになっちゃうから、うん、ここからは、まあ見てない人は聞いたくまた聞かないでほしいんですけど、ここまでで、じゃあ、ネタバレしますよ。はい、いや、もうねー。うん私の中でね、熱いね、ニャートトが目覚めたね、ニャートトが目覚めたよ予想外の組み合わせ、最高だった最高だった出てくるのは出てきてもいいけど、そんなガッツリそうあしかもなんか、もうこれはね、早く CD に出してほしいから言っちゃうんだけど、あのオープニングテーマみたいなのが、うん、あのドトニアだったの、超可愛かった。なんか予想外だね。可愛かった。あの二人が歌ってるだけでもう可愛いって思いながら始まったんだけど、本編見たらクーニャートトーって思った。ああ、ゆり、そう、ゆり、急にゆりが。そうなのね。ゆり、私は新たな世界へ。私ユリそんな興味なかったけど、ね、まあね、あーってなった。なんかただのサロンなんかダメですね。そう、いがみ合うライバルみたいな、ひがみ合う。あ、そうだ、おでん食い食ってちょっと仲良くなったみたいな時代あったね。そうなのよ。でもあれ見て、あった一緒におでん食ってからの普通の本編おそ松さん第一期見ると、うん、ちょっともうなんかよりなんかグッとくるものがある。ちょっとつながってる自分の中で整理ができてる感じなのかな。なんかそういう気持ちを持ってみたらなんか。そうだよねみたいな、ただのアイドルライバルだったのに、ね、イメージはね俺らも、そうみんな可愛かったよ。イヤミも可愛かったし、イヤミが可愛かった、可愛かった、珍しい。イヤミはね、だってね、昔とね、あの今のおそ松くんとおそ松さんってあんまり変わってないからさ、 その間でもそんな変化はないんじゃないし、シエが廃れたっていういじられ方してる。あ、そうだそうだ、そ昔流行った人みたいな。そうくんの時はめっちゃミーの時代だったのになって、うん、そう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 、可愛かった。ちびたも可愛いし、みんな気になるんだよな。ハタボーは行かれてました？ハタボーはね、何があったの？ハタボー一番確かに。まあ、ハタボーが起こしたことは一番割と重要だから、まあ、そこは言わないけど、基本的に今日しか言ってない。ハタボーめっちゃ一番変化あるぐらい、変化度は一番強い、ね、チートキャラみたいな、ね、で、ヤバいキャラだもんね。そうそうそう、最高金持ち、最高金持ちは、ね、そこに関してはね、ネタバレしちゃうとね、何もない。そういうわけでもないんだ。なんか一人いるよね、こうお騒がせでなんか事件の元になる人って、うん、そこじゃないんだよ。それはね、あるそれは、あブルメーカーで、それはそう、本人に悪意なくてそういうことあるよね。ブルメーカーで落ちたらうわーってなんかなるよね。そうそうそう、そういう人いっぱいいるじゃん、ダイオンとかもさ。あ、そうだね、デカパン。そうそう、デカパンもありました。デカパンもそうです。解禁されてないですか？デカパンはね、解禁されてなかったね。残念、やっぱ未だにダメか。そう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 、
ねっていう感じで、そう楽しそう、本当、いやこのこういうおそ松さんが見たかったなっていう、いい映画になってたと思いますので、よかったら皆さん見てください。というわけで映画のおそ松さんの感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。